足立区立西新井中学校は東京都足立区にある公立中学校。学校の色は濃い紫。略称、西中。この地域の生徒は本来は足立区立第五中学校に通学していた。昭和45年頃より生徒数が爆発的に増加し、昭和49年度には生徒数1698名40クラスあった。 東京都内一のマンモス校とマスコミでも掲載されていた。この頃には校庭では体育祭も全校朝礼もできなかった。体育祭は平野グランドで行い、朝礼は学年ごと、職員室も学年ごとになっていた。関奈より北側地域の人口増加も著しかったため、新設中学校の設置を望む各小学校 PT a の署名運動なども、 盛んになり、現行地に設置が決定した。昭和50年度に開校。生徒数847名、21学級。しかし、体育館、西側校舎、プールはできておらず、プレハブ校舎が存在していた。体育館は50年度末に完成。昭和52年には、職員室前に2階建てプレハブが建てられ、毎年100名近い生徒増加は続いていた。 昭和53年に西川校舎屋上プールができ完成校になった。昭和53年度生徒数1254名29クラスであった。昭和56年度1413名30クラス。令和2年4月現在生徒数576名17クラスである。小学校では西新井第一小学校、西新井第二小学校、 西井高小学校の一部、鹿浜第一小学校の一部の通学区域にあたる。ありがとうございます。